インフォメーション。普段南海放送ラジオでは、南海放送が掲げる愛媛主義のもと、地域社会とのお互いの発展を目指すため、F 難を活用した地域情報の発信に関する連携協定パル協定を愛媛県内各自治体や関係団体と順次結んでいっています。そのパル協定を結んだ愛媛県内各市や町の情報をお伝えしているのがこのコーナーです。今日はですね、松山大学の学生さんたちが企業とコラボした、そんなお話でございます。先日愛媛新聞にもね、紹介されてましたけれども、このほど人気のパズルゲームぷよぷよのキャラクターをかたどったスイーツぷよぷよ羊羹を松山大学の学生が企画し、薄積み羊羹などとのコラボレーションで商品化しました。 e スポーツによる地域活性化について学んでいる学生さんたちが、e スポーツをね、もっともっと身近に感じてもらうきっかけにしてほしいと、2022年に商品開発の企画を立ち上げたんですね。ずっとだから企画を立ち上げてから、ずっとコツコツとということで動いていって、でモチーフをぷよぷよ e スポーツに決めて、でセガと県の協力も得て完成したのがこのぷよぷよ羊羹。4個入りで1296円、いちご、抹茶、河内晩柑、レモン、愛媛県産の素材をね使ってということですね。で色合いや形も映えを意識してるんですよね。で箱にはミキャンとダークミキャンとぷよぷよのキャラクターをデザインしているんです。薄積み羊羹の直営店と同社のオンラインショップで販売中です。で今後は県内の土産物売り場などでの販売も進める予定なんだそうですよ。企画の学生さんたちはね、 e スポーツがお菓子とコラボすることで一般の方たちにも手に取ってもらって、この e スポーツもね浸透していけばというふうに話しているそうです。いいですねこれね、ぜひ皆さんも。毎週月曜から木曜の午後3時からパルインフォメーションをお届けしています。このコーナーはポッドキャストで配信しています。南海放送ホームページのチップスまたはパル協定インフォメーションのページから、また Google、Apple、Spotify、Amazon のポッドキャストサービスから聞けます。番組終了後 1,2 時間で当日の放送が聞けますので、ぜひそちらでもお楽しみください。パルインフォメーション、次回は来週月曜日のこの時間ですね。ぜひお聞きください。